ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は30年前の新日本プロレスレスリングドンタクイン福岡ドームについて触れてまいります。1993年5月3日新日本プロレスはこの年にオープンした福岡ダイエーホークスの本拠地福岡ドームでレスリングドンタクを開催しました。観客動員は5万5千人超満員となり、以来レスリングドンタクは2001年まで福岡ドームで開催されました。注目のカードはメインイベントがアントニオ猪木藤浪辰巳対長州力天竜源一郎の豪華なタッグマッチ、セミファイナルがハルク・ホーガン対グレート・ムタの夢のシングルマッチと豪華ラインナップとなりました。2001年以降しばらくレスリングドンタクは開催されませんでしたが、2009年久々に復活しました。今後もレスリングドンタクを続けてもらいたいものです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は30年前の新日本プロレスレスリングドンタクイン福岡ドームについて触れてまいりました。